はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は、砂子をやろうかなと思います。で、白の平押しと、どっち先にやろうかなとちょっと迷ったんですけど、白の平押しは結構説明するのがすごく多くなっちゃうんで、多分動画が長くなっちゃうと思うんですよね。で、砂子の方が幾分、手軽な感があるんで、今回砂子をやってみようかなと思います。で、ついでにね、白の説明もね、ちょこっと織り交ぜながら解説していこうかなと思います。で、白の平押しとか、まあ、あと、切り枯れですね。そういったのは、また別の動画で、やっていこうかなと思います。はい。で、まずは道具説明なんですけど、これ、純金箔になりますね。ちょっと、一番高いやつで、五毛箔なんですけど、まあ、詳しいやつ、話はちょっと平押しに、時にしようかな。で、余った切れっぱしとかで大丈夫です。あとね、切り回しとかが売ってると思うんで、そういったを使ってあげられるとまあいいんじゃないかな。箔そのまま使ってもいいです。で、さっきちょっと言った切り回しって、金箔をね、四角く切るときに、製品化するときに四角く切ったときの余りの切れっぱしなんですよね。そういったものがありますので、そういったのとか使ってあげるといいかなと思います。で、これがベビーパウダーですけど、よいしょ。箔とかは静電気とか帯びやすいし、金属とかピンセットでくっついちゃうし、手とかのね、油分とか水分でくっついちゃうんですよね。なので、こういったベビーパウダーで手先の水分とか油分をちょっとね、サラサラな状態にしてあげたり、あとこういった竹箸で箔を扱うんですけど、先がやっぱり油分とか水分があるとくっついてしまうんで、しっかりオールで少し拭いてあげてから箔を扱うようにしてください。はい。そしてこれが砂子筒になりますね。こっちからね、箔を入れて、逆側に金網状のものが貼ってあるんですけど、これを通して箔を巻いていくということになるんですけど、極細、中目、極粗か。金網のね、目の粗さによって筒が分けられてますので、どのぐらいの大きさのね、砂子を巻きたいか、細かい砂みたいなやつを巻いたりとか、ちょっとふわっとポソッとした塊を巻きたいのか、で、使い分けることができますので、何種類か持ってあげるといいかな。もっと種類あります。僕はこの3つしか持ってないので、これを使っていきます。はい、次に、こちらが笹原、砂子化けと言いますね。で、あとこっちが叩き棒と言います。先がちょっとね、こっちが、ちょっと短めの固めの筆みたいな感じになってるやつですね。こっちは少し、長くて少し、あんまりその密集具合がない感じの、ほうきみたいな感じの筆というかな、刷毛になってますね。叩き棒は、もうボサボサになって短くなった筆とか、そういったのとかを代用しても、大丈夫です。基本的には細かい砂子を巻くときには、この叩き棒の方を使います。そして、ササラの方は、粗い、ちょっと大きい砂子を巻くときに使いますね。少しふわっとした感じの砂子を、落とすことができます。で、なんで使い分けられてるかっていうと、叩き棒で、粗いのを巻こうとすると、これ先がもう結構細かいんで、箔が細かくなっちゃうんですよね。逆に、こちらのササラの方は、粗いのは落としやすい。で、その代わり、細かいのも一応落とせるんですけど、結局金網を通して金箔が落ちてくるんで、結局金網の目で細かいのになっていきますからね。ただ、落ちる量がやっぱり、量がちょっと少ないので、細かいのをやろうとすると、ちょっと、効率的に良くないということになりますので、できれば使い分けてあげられるといいかなと思います。砂子の細かい方をあらかじめ準備しようと思います。で、これ極細のまあ一番細かい目のやつなんですけど、これに切り回し、もしくはね、箔の切れっぱしを入れて、で、叩き棒のね、毛先の方を入れて、で、これね、回転するようにやると結構効率よく押してくれるかな。これ今、別紙に、本場の紙じゃない紙に一度落として、それを集めてから使うつもりで今やってます。で、なんで別紙にやるかっていうと、これまあ、やろうと思えばもうダイレクトにいきなり本場の紙にね、巻いても大丈夫です。ただ細かいやつって、目が細かいやつってなかなか落ちないんで、一回この細かくしてから、再度巻く作業やった方が、結構な量巻きやすいし、あと、まあ、調整もしやすいっていうことで、まずは細かいやつは別紙にちょっと作って置いといた方がいいかなと思います。
で粗いやつ、特にね極粗とかはあんまりその逆に箱を崩したくないので、いきなりあの本番の方にやった方がいいかなと思います。よいしょ、まあこんな感じかな。よいしょ、はい、こちらがあのマシに弁柄を塗ったあの状態のものですね。これを支持体にしていこうと思います。今これ絵の具が塗ってあるんで、こういった絵の具が塗ってある場合はあらかじめ捨て動作もしくは捨てニカーをしてあげた方がいいと思います。一回というかあの何回か動作塗って乾かしてを繰り返してあげてください。そうするとね、あの要は下地の絵の具があの動きづらくなってくれるんで、そのこれからやる砂子の作業で安心して絵の具が取れずに作業ができると思います。絵の具が塗ってない場合も一応捨てにか捨て動作はしてあげた方がいいですね。元が絵の具が乗ってないので、その絵の具が動く動かないの心配がないんで、捨て動作捨てにかをやる回数は少なくていいかなと思います。結構ね、捨てにかは捨て動作の回数とかって、その何の絵の具が塗ってあるかとか、その人がどのぐらいの強さの絵の具じゃなくて、その人がどのぐらいの強さのニカを塗ってあるかで結構変わってきますのでね、ちょっとそれはあのご自身が判断してあげるといいと思います。ではね、あの塗っていこうかなと思います。で今回僕はこれ動作ですね、あのニカ水でもいいです。動作塗るかニカ水か塗るかって結構、それぞれのメリットとかデメリットとかあるんで、ちょっとあのそれは箔の平押しに説明しようかなと思いますね。で塗ったら、そうだな、まずはまたというか粗いやつからいこうかな。これ箔の筒にもう砂の筒にあの箔が入ってます。よいしょ、これは極粗ですね。このササラでボソボソっとした感じで落とす感じです。で次はよいしょ、これは今度さっき細かくした細かいやつをまた筒に入れてあります。で、これで叩いて、あの、うっすら巻いたり。で、逆にね、もう一回、また、擦りつけても一応巻けますので、うまくその巻き具合を、その調整というかな、あの、自分で見て判断して、これが中目かな。中目のやつも、中目と極細はそんなちょっとあんまり変わんないかな。よし、じゃあちょっともう一回、せっかくだから最後にもう一回粗いのを塗って、はい、あ、こんなところかな。で巻き終わったら、まあ新聞紙とかでもいいんで、結構ひらひらと上に浮いてるものとかあるんで、それをちょっと押さえてってください。よいしょ。一回押さえたがって濡れた紙をまたあの使わないように してあげるといいですね。大きい画面とかで例えばあの左半分を押さえて、で今度そのまま右半分を押さえようとかして濡れた紙を、ま、その上に置いちゃうと、その押さえた紙側にあの箔とかが結構あのがっつりとついてきやすいんですよね。なのでその一回押さえたやつはもうそれは使わないで違う紙をあの使ってあげるっていうことをしてあげてください。でこれで一回乾燥を待ちます。ちなみにあの今金箔なのでギュッと押さえて乾燥してもうかなりフラットな感じになるんですけど、結構銀とかね、あの他の箔だと押さえると乾燥も結構ちょっとボコボコした感じが出たりするんですよね。そういったのが嫌な人は押さえないで乾燥待って、もう余分なの払って、でまた繰り返して同じことをしてください。でまあ金の方もね、あのまだまだ金いっぱい置きたかったらまた乾燥を同じ作業をすれば大丈夫です。はい、これで乾燥しました。でもっとあのいっぱい巻きたい方はまたさっきと同じ作業をしてください。これであの完了っていう風に判断したら、まあ脱脂面とか柔らかい布とかであのくっつかなかったや余分な箔を払って、で最後にあの箔絡止めの動作を引いて終わりになるんですけど、さっきあの僕ちょっと寂しいからあのマスキングちょっと星型やったんですけど、まあこれ取って動作を
剥落止めの動作を引いて、はい、これでまた乾燥をさせます。はい、とりあえずこんな感じでできました。まだ金を濃くしたいとかもっといっぱい巻きたいっていう場合は同じように動作2回液また塗ってまた巻いてを繰り返すことになります。出来上がった後絵を描きたいっていう場合、この上に絵の具とかの乗せたいっていう場合は金が絵の具が弾いてしまうんで、この絵に動作とかを数回塗って絵を描くっていうことをしてみてください。はい、では今回はこれまでになろうかと思います。またこの動画よろしいと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。